はい、どうも皆さん、特別です。それで今回ですね、皆さんなんと、誰でもね、キャラコンがね、上達しやすくなる、おすすめのね、マップがあるんで、今回ですね、そちらのマップを紹介しようかなと思います。今回使うマップが、なんとね、こちらのドズルセさんのオンリーアップですね。まあ、他のね、一番最初のオンリーアップとかもね、あるんですけど、それだとね、結構難易度が高いというか、まあ、まずちょっとね、この中身ね、ちょっと見ないといけないんで、ちょっとまずは見ていきますか。ドズルセさんのね、キャラクターがありますということで、まあ、このマップをね、本当にやり込めば、まあ、キャラコン最強のミニピオさんみたいにね、まあ、なれますということで、まあ、ショートカットとかもね、まあ、何個かあるんで、そちらもね、ちょっと紹介しようかなと思います。まあ、まずね、最初の方は、こちらの、まあ、レベル1かな、レベル1か分かんないけど、まあ、結構優しめなねステージなんですけど、まあとりあえずね最初はダッシュしましょう。まあオンリーアップはね最終的に RT をね目指すんで、はい、まあダッシュをし続けましょう。こういうねよじ登りとかを活かしながらやると、また頑張ってー、はい、今のはミスですねという感じで、落ちたら最初からになりますということで、まあ、ここからちょっとちゃんとやりますか。なるべくダッシュして、なるべくね落ちないようにしましょう。このオンリーアップのこのステージもね、まあ、結構独特ですね。食べ物ばっかりで、でまあ、最終的にはね RTA を目指すんで、これはねずっと常にダッシュをしましょう。まあ、こういうところはまあしゃあないけど、なるべくダッシュ で次よじ登りですね。よじ登りはまあ今となっては結構当たり前かもしれないけど、まだこのよじ登り本当に強いんで、まあ、ミニピオさんとかもねめちゃめちゃ使ってるんで、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。こういうね、よじ登りね、結構高めのね、ところがあるんで、それをうまくよじ登りを使っていくっていう感じですね。で、こういうとこもなるべくダッシュでこうやって、ダッシュしながらやるって感じで、こうやってね、よじ登りで、まあ、こういう立体的にね、よじ登るという感じですね。はい。はい。もう食べ物ばっかでもうめちゃめちゃもう今すぐ食べたいわ。はい。これフランスパンということでね、よいしょと。で、ここでオラフ君ステージですね。で、これね、雪のステージですね。はい。で、この右のバーなんですけど、これ一番上のゴールまで行くといいって感じですね。今は結構序盤の感じ。で、これ今氷のステージで、結構滑るんですよね。意外と。もう見てるだけで涼しい。で、これね、常にダッシュしながらやりますと。いう感じで、これもダッシュしながら。でもある程度やってくると、このルートとかもね、覚えてくるんで。はい。これスムーズに行きます。で、はい。で、これは水ですね。で、ここは滑るんで、まあ、歩いてもいいんですけど、まあ、ここはダッシュの方が早いんで、しかもダッシュの方が難しいからね、よりキャラコンの練習になると思います。で、ペンギンが邪魔してくるんですけど、なんとか、このスライディングでね、かわしていきますと。で、これ右と左選べるんですけど、こっちは左ですね。はい、左を選択して、次もまた左ですね。で、ずっと進むという感じです。まあ、なんか迷路みたいな感じですね、この辺は。で、左の方を進んでもらって、で、これあるんですけど、まあ、一応中にも入れそうなんですけど、中に入るんじゃなくて、今回上から行きます。まあ、上からの方がね、早いんで、上から行ってあげて、で、ここもね、ダッシュしながら行きますと。はい。はい。なるべくダッシュしながら。まあ、ここはダッシュむずいかな、結構。結構ね、幅が狭いんで、このブロックの。まあ、ダッシュできる人はしてもいいと思います。ここはね、結構難しいんで。はい。はいって感じだね。で、ダッシュをし続けますと。まあ、ここら辺はずっとダッシュでもいけると思います。で、乗り越えて、まあ、たまにスライディングとかもね、挟み込みながらやった方が、結構ね、実戦でも、なんか使えるんじゃないかなと思います。で、ダッシュし続けて、はい、でここもね、まあ、落ちそうなところはよじ登りでなんとか行きますと。で、ここもよじ登りステージですね。よじ登りで行くって感じで、で、これ飛びすぎるとなんか横にね落ちちゃう時もあるんで、ここは注意しますと。で、これはダッシュでよじ登ると、結構高めだけど実はこれ登れるんだよね。はい。で、これ、中間地点かな、わかんないけど。で、ここも登っていきますと。まあ、車があるけど、ここもね、なんとかよじ登りとかを活かして、進んでいくと。で、これ、メガネね、これ、レンズの上歩けるんですよ。はい。結構落ちるような感じだけど、レンズなんで、上歩けるんですよね。
で、どんどん進んでいきますと。常にダッシュしながらやるって感じだね。それの方がね、キャラコンの練習になるんで。で、これはレールの上に乗ると。はい。まあ、基本的にこれは飛び乗るだけでいいと思います。何もボタンとか押さなくても、普通に飛び乗るだけでいけます。ただ、これ多分ミスるのが、乗るタイミングとかですね。で、こう持ちかけたけど、よじ登りでなんとか回避。これ僕一番最初の時にあそこ落ちちゃったんで、あそこは注意。で、この傘のステージは、これ跳ねるんで、ここは注意だね。これは初見殺しっぽいけど。まあ、傘は跳ねるんで、これを活かして、うまくやっていく感じ。で、はい。よじ登りで、行きますと。まあ、ダッシュの呼び字登りね、結構練習になるんで、これ結構おすすめ。で、これは上からね、行きます。キャラコンで。まあ、下からでもくぐれるんですけど、上からの方が、ま、楽っすね。で、またメガネのステージ来て、このレンズの上を走ると。で、芋むせステージも、これもね、なんとかよじ登りを生かしていきますと。はい。トン。危ない、今の。ラグがあって、今の危ない危ない。で、ここもね、結構細身のあるステージだけど、なんとかダッシュでやっていきたい。で、バナナとかもね、あるんですけど、はい、ラーメンステージ。いや、ここのステージめっちゃ美味しそう。もう今すぐ食べたいわ。ラーメンね、美味しいわ、マジで。よかったら皆さんのおすすめなラーメンもちょっとコメント欄で教えてください。で、ポンと。はい。で、麻雀ステージかな、ここは。もう一回夜のステージで、ま、天候、ま、夜になるって感じでね。これは自動で、なる感じで、麻雀ステージ。麻雀できる方いたらちょっとコメント欄で教えてください。麻雀僕全然できないけど。まあでも面白そうだよね、あれも。で、ジャンプしまして、で、本当はあそこ登りたかったけど、まあこう安全をとってこう行くと。はい。で、この階段ステージなんですけど、こうやってよじ登った方がいいですね。階段を渡るんじゃなくて。こうやってよじ登りながらやった方が、若干ね、タイムが縮まるんで、こっちの方がいいと、いいことで。で、ここもね、まあスライディングじゃなくて、ダッシュでよじ登ってって感じだよね。で、ここも、はい。感じで、これは上からね、行きます。上からの方が早いんで。で、こっから上を通って、ここを飛び乗ると。はい。結構これ、でかいよね。めっちゃでかい。金庫とかもさっきでかかったし。で、これはね、こっから、よじ登り。これ結構、勢いつけないとダメなんで、これ勢いつけていきましょう。で、今度はこっち行ってあげて、こっちくない。で、まあ、ダッシュジャンプよね、基本的には。ダッシュジャンプで行く感じです。はい。ここもギリギリ狙ってダッシュジャンプ。危ない危ない。今のめっちゃ危ない。ここは、はい。って感じだね。ここは結構難しい。結構勢いと角度とかね、やらないといけないんで。で、まあこれ意外とね、まあ四字の張りの練習になると思います。で、瓶のステージですね、瓶。で、うまくいきますと。これね、一番下まで落ちると、最初からなんで、これは落ちないようにして、で、これは最終ステージだね。最終ステージで、どんどんいきますと。タイヤとかも塗ってあげて、はい。感じだね。で、これは、レールですね。レール乗ってあげて、まあ、こっちでもいいですね。こっち行きますか。今の危なかったけど。今のめっちゃ危ない。で、ジャンプ。ここも、よじ登りジャンプで。で、なんとか登ってあげてって感じで。で、今度は、またこれよじ登りですね。よじ登りのね、練習結構このステージ多いんで。はい、おすすめです。よじ登り。ここのよじ登りが一番難しいと思う。こうやって、なんとか、スティックとかね、うまく動かしながらやる感じ。で、これはね、まあ、おすすめはこっちの方が簡単ですね。で、これはなるべくね、もう、スティックをまあ、若干前向きでやってあげて、あとは勢いで乗るって感じ。まあ、ここは一番難しいかも。このタイヤのステージの中で。で、ダンベルステージで、まあ、あとは普通にやっていく感じだね。ダッシュ。ここも常にダッシュしながらジャンプで行く感じ。で、水のステージ。で、またダンベル、ダッシュ。はい。で、これは、まあ、中からでもいいんですけど、上からに行きますと。
上からの方がね結構簡単なんで、まあ簡単というかショートカットとかもねあるんでね、これ上から行きますと、このダースをまたね余裕登りとか活かしながらダッシュ、ここね、ここ結構怖い。で、カレーのステージ、カラスをめちゃめちゃ、まあここもねダッシュジャンプがめっちゃ大事ですね。ダッシュジャンプ、はいはい、ここもね結構キャラコンがいると思います。まあ結構キーマウ行こうとかね、下手の人とかめちゃめちゃいいと思います。パッドからキーマウに行こうとかね、あとは逆にパッドに行こうとかね、そういう人でも全然ねキャラコンの練習になると思います。まあそういう人が一番キャラコンの練習になるかもしれない。あとはまあよりもっとねキャラコンの力とかね、まあ、つけたい人は、まあ、めっちゃオンリーアップおすすめで、クリアしますということで、まあこんな感じですね。ということで、よかったら皆さんも遊んでみてくださいということで、まあこのマップは本当にキャラコンマジでね、鍛えられると思います。はい、ミニピオさんになれますよ。ということで、この動画が少しでもよかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。